で、この時もね、大学行くの決めてました。なぜかというと、友人から夏目漱石の心を読んだら、読みました。これに感動して、大学に行った人たちはこういうことを学ぶんだと、これは負けられんなと、人を就職のために大学行くけど、僕は何のために生まれ、何のために生きるのか、ね、自分の命を、ね、100億1000億1兆円かけてもかけがえのないこの尊い命を両親からいただいた、あるいは大自然、神仏からいただいた、ね、無限の時間の中に生きたい生きたいと願い続けて、やっと許されて人間に生まれさせていただいた、この命の意味も分からずに、目的も分からずに、命にはできない、申し訳ない、神仏ご先祖に申し訳ない、そのためには自分の命をまず明確に自覚して目標を定めるべきだということで、今から行けるところ、仏教の大学で龍谷大学、国文学に行った。それともし体が弱かった、今強いですよ、その当時もすぐに風邪をひく、お腹を壊すという風邪、根性があったけども体が弱い、しかしね、やっぱり体を鍛えないと、ね、自分の目的目標明確になっても思うようにならない、だから体を鍛える、それで体道具に入れていただいたんですよね。これ空手なさる方手を挙げてください。あ、ありがとうございます。空手もやったよな、まあ、少林寺、少林寺、まあよう似たようなもの、それで空手道具に入れて、私は副将になってね、人はね3級取ったとやっと5級、初段皆さんが取ったとやっと3級でも、3段取るときは1番取りました。人の3倍練習した。朝7時から8時、お寺の境内で稽古をする、終わって町道場に稽古に行く、わかります？何でもね、徹底的に納得いくまでやらないと気が済まないんですよ。やるとなったらいい加減にやらない、徹底してやる、頭の良し悪し、それで徹底することによって頭が磨かれるわけでしょ。能力というのは無限の可能性があると SMI で言われてるでしょ。今日上岩さん見えてるでしょ。上岩さんいかがですか。そうです、ね、無限の可能性ありますよね。磨かないから無限の可能性が眠ったままで終わるわけですよ。だから私はやると決めたらやり続ける、やり続ける。まあ例を言えばですね、私は青年会所に麻生太郎、日本の総理にしようと、それから日本青年会所のその前に会頭にしようと、結局それやり通して やりましたよね。で総理にまで私がしたわけじゃないけど本人はなりました、ね、そうなりますよ。で私は青年会所終わった後、博多21の会というのを作った。あ、その前に福岡懇習会という演習流の作動をお稽古することにした。これはなぜか、東京大阪の経済人から人一味違った体験を作りたい、東京には負けんと。皆さんどう思います。東京に負けんってドンキホーテみたいな感じしませんね、ところがね、東京の人のカバン持ちをしているときは甲斐がないけど、こちらが上に立とうとしたって、お前九州の猿は何考えとるんだ、引き出ろうとされるんですよ現実にね。そういう経験をしっかりしてます。だから私はね、現実は厳しいということを知ってるからね、実力をつけるしかない、東京に勝つためには。それには人間力をつけることだ。それで演習流の茶道のお家元をお迎えして稽古しようと。要するに人間力だったら勝負にいけるよということで、人間力作り、ただ商売だけじゃないね、日本の文化、胆力、いろんなもの。だから私学生時代は農学部の部長もしたんですよ、空手道部の副将、そして日本選手権でですね、京都府の大将で準決勝まで行った。他の人が負けたからね、残念ながら決勝行きませんでしたけど、でもその時ね、私はこの、空手道下手くそだったんだが、とにかく気温の練習だけじゃ、何か大学に入ってまた学生自治会の会長をやれって言われて、九州の龍谷大学の学生自治会の会長、
大体ですよ、お仏壇屋さんというのはですね、お坊さんのカバン持ちなんですよ。注文もらわなくちゃいけないですね。お坊さんにカバンなんか持たせたらこいつと言って恨まれて次は注文もらえない。ほとんど当時お坊さんたちですから、その中国だけ今と違う。ところがですね、私の時はお坊さんが私のカバン持ってた。なぜなら私金儲けのため行ってないからね。この大学をどうして立派にするか、日本の国をどうして世界の国々に仰がれる国にするか、そのために日本の仏教界や仏教界どうなくちゃならないか、そういうことを考えてやってますからね。たるんでるお坊さん方蹴飛ばしとったんですから。なぜ注文もらわなくていいわけですか。私は商売のために行ったんじゃないか。ところがね、今もね、一番神座に座らされますよ。で、あの宗教界全部キリスト教も大体一番偉い人の集まる会に行った時に、その理事にもさせない。業界から私ただ一人ですよ。で、本願寺の御門師様だとか、ね、館長さんとか、その大学の総長、学長なの、その次は私のせい。その時研究所の長女、大学の教授という、そういう席が、ね、並べられるようになってる。信じられないですよね。だから私は業界に向けても業界のトップと思われ